皆さんこんにちは、るりこです。さあ、ただいま神奈川県の海老名サービスエリアにおります。今日はね、とんでもなくいい天気で、とんでもなく暑い日なんですけれども、今日はですね、とある方と待ち合わせをしております。なのでちょっと待ちたいと思います。来たかも。来た。おはようございます。倒れちゃった。おはようございます。猫カズさんです。本編に入る前に、なんで猫カズさんとコラボをしているかというと、実は6月末に北海道から帰ってくるときに、偶然その帰宅のフェリーが一緒だったんです。そこで初めてお会いして、今度コラボしましょうっていう運びになりました。はい、というわけで移動してきました。移動してきましたね。今ね、私がよく撮影する宮ヶ瀬なんですけど、そこまでのツーリング動画は猫カズさんの YouTube チャンネルの方で撮ってありますので、ぜひご覧ください。ぜひ見てくださいね。はい、で、私の方の動画はですね、なんと今日はこちらの、こちら、はい、VTR1000SP2 ですね。私の愛車を、はい、こちらルリコさんに乗っていただきますよ。あ、怖すぎる。すごいですね。なんか私まず見たことないんですよ。そうですよね、結構レアなバイクですよね。ですよね。こちらは VTR1000SP2 というバイクで、はい、ホンダが販売していた V 型の2気筒ですね、はい、2気筒の 1000cc のスーパースポーツマシンなんですよね。当時2000年のバイクになっていて、まだまだちょっと古いマシンにはなってるんですけど、はい、当時の走りが体感できるんじゃないでしょうか。ね、こちら今回ルリコさん乗っていただくこの VTR1000SP2 の紹介をさせていただきたいと思います。お願いします。こちらは2000年式のマシンなんですよね、はい、2000年式の VTR1000 というマシンで、はい、V 型2気筒の 1000cc で、馬力が136馬力と意外と低出力。このルリコさんが乗ってるハヤブサは、はい、車重が270キロに対して馬力は200馬力ぐらいあるマシンだったんですよね。めちゃめちゃ詳しいですね。こいつは、まあ、車重はちょっと軽いんですけど、はい、220キロ、はい、まあ、でもあんまり変わんないかなみたいな。そうですね、あんまり変わんないんですね。そしてこれは一応レーシングホモロゲーションマシンって言われてるマシンで、はい、レーシングホモロゲーション、そうですそうです、はい、これはですね、まあ、当時ワールドスーパーバイクだったとか、うん、鈴鹿8時間耐久のレースに出るためにホンダが作ったマシンなんですね、まあ、いわゆるサーキット仕様、はい、サーキットユースがメインのマシンになってるんですね。ほう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 。だって公道ではかなり過激なマシンになってると思いますよ。いやー、これルリコさんに乗ってもらえるとお楽しみですね。外装がカストロールホンダの外装になってますね、はい、これは一応ワールドスーパーバイク仕様のカラーリングになってて、鈴鹿8時間耐久だとキャビンカラーとかになってますね、はい。で、最近こちらマフラーを TSR ホンダのマフラーに変えましたよ、はい、いい音してましたね。わー、変えてましたね。V 型2気筒選手し、やっぱり4気筒と違ってトルクもあるマシンなんで、はい、ぜひぜひルリコさんに乗っていただいて体感していただければと思いますよ、ちょっと足つき平気か、なんか結構納車動画見たんですけど、はい、足つきって言ってましたよね。せっかくなので一度シート高ですね、足つきチェックしたいと思います。じゃあ私161センチです。あれ、猫カズさんは靴ですか。あ、僕身長161センチです。あ、一緒なんだ。そうなんだ。そっかそっか。あれ、私はちょっと厚底でチート使ってます。あ、いいですね。失礼します。うわ、すごっ。おー、うわ、怖っ。あ、大丈夫、着いた。かっこいいですね。メーター周りですか。めっちゃかっこいい。そうですね、なんか今までの現行のモデルとは違って、はい、アナログメーターっぽくない、はい、うんうん、おお、ちゃんとメーターだったんですね。カウルステータですね、アルミの。かっこいい、かっこいい。初めて見ました、こういうの。ちょっとエンジンを聞きたいです。はい、わかりました。では、はい、エンジン始動させていただきます。はい、お願いします。これが V 型2気筒。
聞くような音がしました。そうですね、うん、私的にはこのマフラー2本出しがいいですね。はやぶさもリア2本出しですもんね、はい、そうなんですよ、2本出し好きなので。そして福岡ナンバーというちゃんと本当に福岡から来てますからねではではこちらの SP2 ぜひルルクさん、はい、乗られてみてください、はい、ありがとうございます。楽しみですねはい、それでは試乗させていただきます。あー怖い、もうやーすごいメーター。あ、でも起こすのはめっちゃ軽いんですね。いきますね。おー、あーあー怖い、あー怖い行ってきます。いやーおーおーおーわーすごい、おー早い、あ早い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 、わーこれが V ツインですか。すごい面白い音がする。え、乗っちゃうとめちゃめちゃ軽く感じますね。なんかそんなに車両重量があるなんて全く思わないんだけど、すごい軽い、すごい面白い音する。ヒルルルルって音するんだけど、後ろからはなんかボボボボボボって何言ってたか分かんない。あ、でも結構体勢はやっぱりレーサーレプリカっていうことであって、前のめりですね。これで北海道行ってた猫カズさんすごいな。え、冷静にすごくない？トルクすごくない？ちょっと気を抜いたアクセルワークすると体置いてかれちゃうようなパワー感がありますね。わかるかな？これこれその衝撃ちゃんとしないと本当に持ってかれる。これね、多分私が本当に初心者でこの VTR1000 SP2 に乗れたかった言うと、多分それは無理だったろうな。なんかすごく癖があるなっていう感じがする。でもその癖があるから楽しいんだよね、バイクって。その癖があるからさ、その操る楽しさがあるじゃないですか。まさしくこの VTR さんはそうなのかもしれないね。だってもともとさ、サーキットを走ることしか考えられてない車両だからこそ、こういったさ低速走行だったり街乗り走行には全くさ考えられてない開発をされているわけだから、そりゃ乗りにくいよねでもその乗りにくいけどさ、そんなバイクを乗っている私かっこいいみたいなのあるじゃないですか。ええ、ちょっと回すだけでこんな音よ。バリ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 ーの後のキューンこれうわこの低速の時のガツンと一発がすごいわ。いや、しかし暑いなこのバイク。あの足元の暑さがすごいですね。おおおおおわいやいやいや、すごすぎパワーすごすぎ。あの正直に言っちゃうと、今まで乗ってきた中で一番癖が強いバイクだなって思いますね、うん、あ、これはサーキットで走るために作られたバイクなんだなっていうのが、語彙力のない私でも、うん、分かるぐらいの癖強な車両です。乗られてる方とかいらっしゃるのかな。いや、この車両でサーキット走りたいかって言われたら、ちょっと私にはもうパワーありすぎて怖いですが、これをサーキットで走ってる姿はとっても見てみたいですね。さあさあ、では猫カズさんのとこに戻りましょう。ということで、ルリコさん、はい、帰ってきました。私の VTR1000SP2 乗りましたね。すごかった。もうどうでした、正直な感想。正直めっちゃ乗りにくいそうなんです、やっぱりツインの感じが、うんうん、
ドーンドドドドドってなって乗りづらかったりはするんですが、ただやっぱりこれ当時鈴鹿8時間耐久であの有名な加藤大二郎さんだったりバレンティーノロス選手も乗って優勝しているマシンになるからですね。すごい、いや本当当時これが優勝できるとはもうどういう時代なんだっていう、もうドゥカティとか乗れないですね当時の。そうですね、でも最速マシンなんですもんね。そうなんですよ、当時最速ですよ、ね、当時最速。よく北海道行けましたね。いや本当にあの、ね、ルリコさんが言うぐらいだから間違いないですね。実際に行かれた人が言うんだから。すごい典型だし、あそうですね、はやぶさと比べてもやっぱりライディングポジションもちょっときついですよね。いや本当ね、猫風さんすごいなと思いました。いやもう僕もまあ、あの野生の野良猫なんで。あそうだ、なんか森に。じゃあそうですね、もうそろそろ帰りたいと思います。皆さん野良猫なんで帰ります。本当に帰った。じゃあ猫風さんありがとうございました。バイバイ。本当に帰っちゃった。じゃあ皆さん、あの今日は猫ガズさんとコラボ動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。猫ガズさんのチャンネルは概要欄にアップしてますので、ぜひそちらもご覧ください。ではでは、バイバーイ。 Why when you're away do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?